今日はこれいってみます。横須賀海岸カレーラーメンってのがあったんで、これをいってみようかなと思います。できました。カレーラーメンですね。横須賀カレーラーメン、これをちょっといってみたいと思います。じゃあ、まあ先ほどの勤務を続けてみます。うまい。おう、過去さんのコロナ治ったんだ。よかったですね。じゃあ、このカレー、横須賀カレーラーメンいってみます。スープいきます。あ、うまい。うん、あのカレーヌードルのカレーの味ですね。うまいな。うまい。これ油揚げ麺なんですけど、いわゆるインスタントの麺なんだけど、やっぱりちょっと進化してるんだよな、ここ最近。だらんとしないんだよな。うん、なんか普通はこれぐらいやると伸び伸びになるんですけど、そうでもないんですよね。うまっ。うまいっすよこれ。札幌一番とかの麺も進化してるんですかね。もしか、もしや。今度食べてみますよ。なんか昔のイメージしかなくて、すぐほっとくと水分含んでめっちゃ伸びるっていうイメージしかないんだけど、あんま伸びないんですよね、最近のやつはね。しっかりしてるんですよ。いわゆる懐かしいインスタントの麺の食感なんですけど、うん、なんか ちゃんとしたその食感が保たれるっていうかね。科学ってすごいですよ。じゃあ最後にいきます。めっちゃ著しく進化してますよね。じゃあ氷結いきます。うん、あっさりしてうまっ。もうでも早いもので9月も終わりますね。ね、早いもんですよ。視聴者さんからの LINE を読んでいきます。ナイナさんこんばんは。マイジェさん配信欠かさず見てます。今月のタケルくんの部屋からのシュガーも頑張って夜中の3時に起きて見る価値があったなと思ってます。さあ、この方アメリカの方なんでね、あの夜中なんですよね。ともかくタンクトップにニットの着こなしがかっこよすぎましたね。ライドさんが電源が切れちゃった時、スイレのモネの話題はモネの展覧会の有意義な情報がありがとうございましたと質問した視聴者さんに言ってました。77億円の大きいのじゃなくてもいいから、ちっちゃいサイズでいいから欲しいんだよねと言ってました。そこから見れたんですよ。こういうこれぐらいのサイズでいいんだよねと。長野めちゃのバースデーギフトを選ぶっていう千鳥さんの企画中に、たけるくんにモネやめいちゃんに何買ったらいいかなとノブさんから LINE が来たんだけど、その時ちょうど寝ちゃってて起きて、蒙古タンメンで LINE した時にはもう終わっちゃってた。企画中に返信できなくて残念だったけどというエピソードを話した時に、たけるくんがめいちゃんって気軽に名前を連発してて、最近も細胞で共演撮影したし、半分青いでも朝までずっと一緒撮影してたから妹のような親しみがある、距離感がすごく近い存在なんだなって印象を受けましたと。でも確かにシュガーで固有の女優さんの名前を出すのってのはちょっと珍しいかもしれないですね。あの共演してる最中以外はね、共演してる最中はまあ宣伝でね、まあ例えば井上真央さんの名前とか出しますけど、水島さんとも出しますけど、普段はあんま出さないですよね。他の共演の女優さんの名前は視聴者が過剰に反応しちゃうがのが容易に想像できるから、あんな風に気軽に連呼できないんだろうなと思ったりしました。そんな感じで気を使わずにオープンに名前が出ちゃう感じの距離感なめいちゃんなんだなというのが感じられた手話です。ちなみにやはり半分は多いのたけるくんの率の役から一番素のたけるくんに近い感じがする。たけるくんのお母さんが NHK の朝の番組でコメントしていました。お友達が言ってたことを思い出しました。あの時期にルノーニケンシン、こいつとギボムス、全く違うキャラクターを完全に演じ切ってくれたたけるくん。来年のギボムス、綾瀬さんとの関係性も楽しみです。半分は多いね。もうすぐネットフリックス終わるんですよね。ちょっと今日軽く、ネットフリで、もうそうだと思って、ギリだなと思ったんで、ちょっと見てみて。今日の夜、まとめ見しようかなと。昨日なんか夜、ラグビーで夜中起きてみたんで、夜中っていうか朝方。ちょっと眠いんですよね。なので、ちょっと夜中に見ようかなと。
別な方、おはようございます。いつも配信ありがとうございます。今朝は各テレビ局が3月22日からの上映の4月になれば彼女の宣伝放送を流してくれてました。綺麗な映像で、待ち遠しいですね。たけるくんの優しい笑顔に癒されます。毎日の配信楽しみにしてます。ご無理のない。まだ僕はテレビでは見てないかな。別な方。こんばんは。4月になれば彼女は音楽担当は小林武史さんなんですね。と。それとモネちゃんの声の担当、ボサニーマルの実写版の監督がタケテレの椿本さんっていうんですか、これは。椿本慶次郎さんです。ねえ、これってちょっとモネちゃんとリンクするってことですよね。小林武史さんもね、このなんかモネちゃんの曲にね、絡んでますよね。よくね、よく絡んでます。別な方、そういえば、これか、昨日の読んだやつに関してだ。お忙しい時間に失礼します。修正です。帝国劇場2025年一時休館とのことでした。訂正でお願いいたします。だ昨日のやつね。竹森推しの方、ね。日程について前々から決まっているとの憶測した話なので、承知の上で話しました。モネちゃん自身の日程と公開日が重なると考えた方が良いのかと思いました。あくまでも想像ですが。っていうので、まあ、昨日のやつに対してなんか、ライドさんの制作側の意見にすごく納得できました。ありがとうございました。来てましたけど。また別な竹森推しの妄想を送ってくれるらしいので、ちょっと楽しみにね、している感じです。ございます。という感じですね、今日。